ケイワイ語、またはケイワイ式日本語は、日本語の文章を略して、各単語の先頭のローマ字、数字を組み合わせた略語群。その代表的存在であるケイワイは、2007年、ユーキャンの新語、流行語大賞にエントリーされるなど、大いなる注目を浴びた。語源として使用されているケイワイの意味は、空気を読めよ、または空気が読めない奴の頭文字であり、 状況にふさわしい言動を書く人への警告である。もともとはインターネットの掲示板上で使用されてきたが、メールでも使用され始めたことをきっかけに、会話にも使われるようになった言葉である。KY の流行自体は一時収束した後、2007年末に KY がメディアに取り上げられ、再び注目されるようになった。その後、2008年に KY に代表される。 頭文字略語をまとめた書籍が2冊発行されている。日本において、文や不の各単語の先頭のローマ字を組み合わせて略語にすることは、コギャルと呼ばれていた10から20代女性で広まり、現在は若者を中心にメールなどのネットワークを媒体として日常的に生み出されている。この現象は、KY 語として1990年代の中頃に注目され、 日本の若者言葉の一種として認知されている。日本において、文や節の各単語の先頭のローマ字を組み合わせて略語にすること自体は最近になって始められたわけではなく、少なくとも昭和期から行われていた。例えば、モテても、欧米においては、頭文字略語はむしろ一般的に見られ、複合語のみならず、文や節を当時語に略すこともある。例えば、 英語の ASAP の略やフランス語の RSVP の略のように日常的に行われている。その2冊の書籍において、KY 語、または KY 式日本語として、それらの頭文字略語の定義が後付けながら行われている。後付けであるため、必ずしも KY 語ないし KY 式日本語という単語は一般的に認知されているとは言い切れないが、 メディアでは、KY をはじめとする頭文字略語群を指す言葉として、それらを使われることがある。無論、KY などのこと用群が流行っていた2007年当時は、KY 語な内し KY 式日本語という単語、概念は存在していない。あくまで、それぞれの書籍内での定義に過ぎない。KY 語な内し KY 式日本語は2007年に、流行した略語だけをカバーせず、 それらより前から存在した略語も定義内の言葉としている。例えば前日のギャル語も k y 語ないし KY、式日本語内の言葉としており、m k 語のような単語も定義内としている。それぞれの著書では定義は似ているがカバーする単語のカテゴリの範囲が異なるため、多少の語例を述べる。これら語例に差があるのは、 k y 語辞典ではとにかく頭文字略語を網羅しようとしたのがきっかけであるのと KY 式日本語は第2回もっと明教対象みんなで作ろう国語辞典に寄せられたものに前述のような頭文字略語が多く見られたことから始まるのとスタンスに違いがあるからである。両著書で述べられているようにこれらの単語が生まれた背景には 仲間同士でのみ通じる単語を使うことによって仲間意識を高めるといった目的があったからだろうとされている。欧米での略語は単に文字数の省略化が目的としているケースが多いのに対し、日本の場合はそもそも略す必要はないが、暗号通信のような鍵を共有することによって両者の仲間意識を高めようとしているのではないかと著書内では指摘している。 例えば上記で例示した JK のように TPO や使われるコミュニティによって全く異なる意味を複数持つのも特徴でもある。したがってこれらの本で紹介されている単語を機械的に覚えさせて読者が時代の流れについて活かせようとしているわけではなくあくまでこういった単語が使われているという紹介程度にとどまっている。 2008年8月に発行された渋谷語辞典2008において、けいわい語というカテゴリで頭文字略語が紹介されている。つまり、渋谷語辞典2008の出版時において、渋谷の女子中学生、女子高生の間では、いわゆる渋谷語の中の一つとして、このような略語が使われているということが紹介されている。紹介されている事例は、 ケイワイ式日本語で紹介されているような文章をローマ字化して頭文字を取っているものが多い。なお、渋谷語辞典2008はケイワイ式日本語やケイワイ語辞典のスタンスと異なり、紹介された事例を積極的に覚えて活用していこうという趣旨の書籍である。ローマ字略語大ブレイク関連書籍はベストセラーハットジャパンナリッジケイワイ著者 亀井はじめ週刊朝日で連載されていたコラム出来事ロジーでは MMK おばさんという特集が組まれたことがある。新潮文庫出来事ロジーボリューム1本当だから参っちゃうの巻き ISBN 978から4から10から121111から4ありがとうございます。